はい、今です中之島にいます。中之島ね、浜名湖の釣り場として中之島、まあ結構釣りに来られる方がいらっしゃるんですけど、中之島の今どちらがにいるかっていうと東側にいます。東側ね。で、あちらが亀崎のね、ロイヤルホテルになってます。で、こちらですね、釣り場なんですけど、何が釣れるかっていうとですね、まあ5月以降はね、キスとか結構釣れたりするんですけど、秋口になるとハゼとかね、あとカレー、冬場はカレーが結構釣れたりします。あとセイゴもね、たまに回遊してくるんでね、セイゴも結構釣れること多いです。あとクロダイ、キレなんか夜とかね、ナスパなんかね、釣れてるっていうことも聞きます。なのでこちらです。干潮になるとね、結構浅くなるんで、立ち込み釣りね、中に入って胴付きのね、あれ来てですね、中に入ってくる、今やってますね、あの人あそこまで入ってます。結局深みっていうのが、そのあれでどのくらいですか、あそこのところでだいたい1メーターぐらいですよね。でその先ぐらいです、駆け上がりになってるのはね、駆け上がりのあたりに結構いるんでね、あれですけどね、まあこんな感じです。で実際ここのところ、自転車道になってるんですけど、そこ入っていってですね、そこ入れます。なんでそこから入っていって、そこに竿立ててるのも置いてで、もしくはあのように立ち込み釣りね、入っていってですね、釣るっていうやり方もあります。あの人多分キス狙ってると思います。でこちらが北側ね、たまに流れが速い時があってですね、藻が流れてくる時結構あります。その時は釣りにならないんですけどね、まあこんな感じですね。